皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、シモンブーでございます。さあ、始まりました。今回はですね、皆さん、見てわかる通り、私のバイト、警備員について、ちょっとお話ししたいと思います。警備員の格好をしております。こちらのね、誘導棒もあって、ちょっとね、今回はですね、警備員が、思うことをちょっとね、いろんな警備員さんがいると思うんですけど、その警備員さんの代わりに私がね、代弁して今回はね、言おうかと思いますんで、決して私の意見ではございませんので、いろんな警備員さんの声を私が代わりに言うっていう、いろんなやっぱ、人がいます。警備をやっているといろんな人と関わってきます。その中で、納得いかないというか、こういう人嫌だなっていうのをちょっと発表したいと思います。あるあるというかね、警備員の人は多分分かるってなってくれると思います。警備員じゃない人も、あ、こういう人いるんだって、こういう人にはならないでおこうって思っていただけたらありがたいと思います。まずはですね、車の運転している方たちに対してですね、ギリギリでウインカーを出してくる人がいるって。曲がってくるなら左折のウインカー出せばいいんだけども、もう直前で左折とか右折のウインカー出すっていう。これは厄介です。警備員にとっては。まっすぐ行くんだろうなーって、安心してたところを左折を急に出すっていう。皆さんこれ早めに出してください。ウインカーはですね。続いてはですね、駐車場警備のに対しての、ちょっとした意見といいますか。まあ、私も駐車場警備よくするんですよ。駐車場から車道に出す、出し入れですね。入れて、出したりとかいう誘導があるんですけど、そしてまあ駐車場をこう出すときっていうのはやっぱね、警備員と出る人のタイミングっていうのがね、大事な、あうんの呼吸っていうのが大事なんです。で、こうやって待ってまして、ずっと止めてね、待ってて、よし、今出せると思ってこう、出ていいですよってこう来るんですけど、そういう時に限って運転手が見てないっていうね、こっちをよそ見をしているって。これはね、こっちもね、命張ってね、今だと思って出してるんですからね、ずっと顔見しててほしいですね、警備員のこと。タイミングが一番大事です。あとはですね、こうやって駐車場の警備してます、止めてます。私たち警備員っていうのは、例えば 70% いけそうだなと思ったら、思っても出さないんです。行かせないんです。30% の事故がある、ありますからね。100% じゃないと本物の警備のプロっていうのは行かせないんです。でも、運転手さんは、自分の判断に行けるなと止めてるんですけど、行けるなと思ってるんです。だから自分の判断で行こうとするんです。それはやめていただきたいね。警備員の必要がないですから。自分の判断で止めてるのは行こうとする。まあ、これはやめていただき続いてはですね、まあ苦情というかね、なんでだろうっていうのがね、私の意見じゃないですよ。運転が下手なのに、めちゃくちゃでかい車を乗るなって。あれは何なんでしょうね。運転が下手なのに、でかい車や高級車に乗ってる人、軽にしなさい、今すぐ。やっぱある程度、自信がないと、なんだろう、やっぱ人間っていうのは、ある程度レベルっていうのがありますからね。いきなりね、その格闘技の選手じゃないやつが格闘技の選手と戦うっていうのはできないでしょ。順番っていうのがありますから。まずは K からスタートしなさい。K を乗りこなしてから、でかい車に行きなさい。めちゃくちゃこの人運転下手なのにでかいのって。小回り効かないからね、危ないから気をつけてください。次もちょっと同じようなやつですね。高級車乗ってるのに、スピードがめちゃくちゃ遅いって。あれは何なんですか？だからスピードを出せとは言ってないですよ。標準ぐらいは出しましょう。高級車が死んでますよ、普通に。めちゃくちゃ遅いスピードで来るやん、高級車。まあ、この高級車関係は結構ありますね、意見がね、あります。高級車乗ってるような顔じゃないって。これはちょっとね、ちょっと言い方が失礼でしたね。高級車に顔が負けているって。これも私の意見じゃないですからね。この人高級車顔じゃねえなって。まあでもこういうね、高級車がありますよ、いろいろとね。まだまだあります。次はですね、あ、こ
これもね、ちょっとね、苦情を言ってくる人もいるんですよ。例えば、コーチをしてるとね、通行止めとかをね、してるとね、苦情を言ってくるんですよ、警備員に対してね。で、よくある苦情がですね、もう、おじさんに多いんですよ。おじさんが言ってくるんですよ。よくね、誰の許可取ってやってんだ？いや、知らねえよってね。俺らに言われても楽しいんですよ。で、許可も取ってるし、うん。市やね、役所にちゃんと取ってやってますから、工事っていうの。取らないとね、犯罪になりますからね、勝手にやるわけにはいかない。でもそれをもう誰の許可取ってやってんだって警備員に言う人が多いんですよ。それを俺らに言ったところで、うん、まあ多分そういうね、おじさんは多分ね、もう仕事も定年して、やることなくて、家でもね、居場所がなくて、趣味もないから、警備員見つけては、誰の許可取ってんだって。文句言うも誰の許可取ってんだおじさんだと思うんですよ。もうそれが多分生きがいになってると思うんですよ。誰の許可取ってるんだおじさん、その趣味やめましょう、うん、もっとね、楽しい趣味見つけてね、やっていただきたいと思います。あとはですね、またこの違うパターンのおじさんですね、まあ、特にね、私よく言われました。いまだに言われることあります。おじさんに警備で立ってると、若いのになんで警備員してんの？余計なお世話だわって。やっぱね、警備員のイメージっていうのがね、やっぱね、年配のイメージ、警備員ってあんまりね、イメージ良くないんですよ。なんかもう最後の仕事みたいなね、最終手段の仕事みたいな感じのイメージ。そんなことないですからね。案外大変っていうか、めちゃくちゃ大変ですからね。体力仕事なんで。だから若い人見ると珍しいんでしょうね。なんで警備やってんのっていうおじさんがね、います。いや、仕事ですよ。理由はないでしょ。まあ、そういうのがあります。そして次はですね、ちょっとね、高齢者の方に対しての意見ですね、高齢者の運転の人をですね、見ててですね、歩いた方が早いんじゃないかっていう車があるんですよ。危ない。もう慎重に運転してるんでしょうけど、ちょっと小走りで行ったら抜いちゃうんじゃないかなぐらいのスピードで行ってるんですよ。もうその人は乗らない方がいいと思いますよ。危ない見ててね。全然俺の走った方が追い抜けますから。そういうのがあります。まあじゃあ今回は最後に一つだけ。これは警備員同士ですね。警備員同士で、初めて会う警備員の人でやっぱりどれぐらい経験あるのかっていうのね、知らない同士の会話の中で。どれぐらい経験あるのって言って、自分や東京で警備員やってたんで大丈夫っすよってマウント取ってくるやつね。いや俺じゃねえかって私よく言うんですけどね、東京でやってたら渋谷とか全然工事してたんで全然大丈夫っすよって、まあ自信があるから言うんですけど、これで最後俺のやつでしたね。すいません、俺でした。ちょっと気をつけますこれは。まあこんな感じでね、警備員さんっていうのはね、いろいろ思うところがあるんですよ。やっぱ警備員っていうのはもう言われっぱなしなんで、言われてたらもう言っちゃダメなんで、言ったらもう一番下っ端の中でね、工事現場の中にいますんで、あんまりそういうふうにね、苦情とか言わないであげてください。一生懸命働いてるんで、警備員さんに言っても仕方ないですか、そういう苦情は。別に警備員さんも工事したくて工事してるわけじゃないですか。そこの警備をしてるだけで。ね、関係ないのであんまりね強めに言わないでいただいて、それ運転の方もね、警備員さん見つけたら安全にね運転してあげてください。お願いします。まあ、またじゃあこうあるあるがね、溜まってったら、私がね代わりに代弁して、また次回パート2パート3とやっていきたいと思います。まあ、あくまで私の意見ではなく、警備員の意見でございますんで、どうかよろしくお願いします。じゃあ全国の警備員の皆さん、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。